興に取り組む今に生きる私たちが困難にこの困難に立ち向かい、未来を担う子どもたちが日渡し牛渡の里に生まれ育ったことを誇りに思えるようなふるさとの再生を目指していかなければなりません。3どうぞ。五穀豊穣、家内安全、祈願立て祭る。やっぱり皆さんとこう踊れて、そして皆さんに見ていただいて、すごく楽しいっていうか、ここまで来たなっていう感じがします。